きました。あー寒っ。今日はね、愛妻広場に出荷しに来ました。おはようございます。はい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 。寒っ。よいしょ。おはようございます。賑やかでしょ、朝は。バーコードができました。よいしょ。よいしょ。おはようございます。今日寒いね。冷たい。朝雪ちょっと降りよったね。みぞれやないか。え、いや、ちっちゃい雪ちょっといつもしてくんのと違う格好してるから分からへんかと思った。かわいらしい格好してる。おー、なんかどこのお兄ちゃんが、ね、喋ってくれてはんやろな思って後ろ見たら、あそこのお兄さんよ。お母さん元気してはんの。元気してる。ほんまによかった。子供さんも大きくなって、うん、いや、もう、もうね、一番下がね、うん、小学校1年生上がるんだよ。あ、ほんまに、知らん間に産んだ子が。また隣のおじさんとよう似てんなって。ほんまやな。そうしんと話が続かんな。いや、なんかで新聞で読んだりも、うん、載ってたとあったな。あの、うん、ディスカバー村の宝でな、うん、また賞もうてな、うんうん、なんか書いてあった思いとるよ、うん、また思ったら、あーっと読んだよって言ってあげようかな思ってたから。ありがとうございます。それ全然見てへん、さかいに、うんうんうん、気には書けとんねあのテレビでも見たりしてたから、あのお姉さん、うん、あもう年いっても変わらんお姉さん。いや、そんなことはだいぶもう年いやいや、もう綺麗なお姉さんでほんまに元気してはったらええわ。いや、よかった。あ、おはようございます。よろしく伺いたい、はい、ありがとうございます。3人やから3人や、頑張らなきゃあかんね。おはようございます。よし、じゃあね、並べに行ってきます。よいしょ。よいしょ。ありがとうございます。だいぶね、売れてきてます。ガラガラでしょ。
OK です。終わりました。よいしょ。よいしょ。ここは八重紫だけをね置いてあるので、あ、おそうめんも置いてます。今日はおそうめんの納品はないです。弥生紫だけの納品になりました。よいしょ。あとね、あ、おはようございます。オーガニックエコフェスタが、2月の23日にあります。私もオーガニックを作ってるので、ぜひ皆さんもね、お買い求めください。結構コーナーもできているみたいです。こんな感じでオーガニックエコフェスタのコーナーができています。いろいろね、いろんな商品が並んでちょっとここはオーガニックじゃないですけど、この子が、まだ並んでないみたいかな。あ、ここらがオーガニックエコフェスタの中、オーガニックのコーナーもできるって聞いてるんですけど、今のところはちょっと見かけてないですね。バラバラに陳列されてるみたいです。いつぐらいに並ぶのかはちょっと分かんないんですけど、なんかコーナーができると言っています。はい、今日はこんな感じで出荷終わりました。2月の23日、ね、オーガニックエクフェスタ、よろしくお願いします。おはようございます。あ、開けときましょうか。はい、どうぞ。閉めますわ。いや、閉めてください。あ、はい。ありがとう。よいしょ。はぁ、今日は寒っ。まだね、小松島の、愛妻広場、ね、近く来た時は寄ってください。それじゃ、またねー。